そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができんならどうでもいいと思えた、その心をもう一度鮮やかにも現れてきて、繋ぎのままで、ね。